死に急いだりしねえぞ。食べられるのは嫌だ。お腹が減りました。暇だね。どうも。どうも。エレンが無茶しないか心配。そこの、さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。その通りだ。駐屯兵団の隊長をやってるハンネスだ。よろしく頼むぜ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか。そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば、104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか。あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。昔のあいつらか。
今とそんなに変わらねえ気がするな。まあ詳しいことは本人たちに直接聞いてみろよ。まあとにかくこれからよろしくね。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。君か。もしかしてわざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい？仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか？なんだお前らまで。俺たちに何か用か？二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろ。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの？僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕、自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。
やあ